事の詳細をご存じない方のために一応説明させていただきますけど、はい、8月の上旬にですね、僕はあの交通事故に遭いまして、病院に担ぎ込まれ、僕の意識が回復した時にはもう8月の下旬だったんだよね。もうそれぐらい本当に大きな、大怪我をしてですね、一時期は本当にもう危ないというか、もう医者にはですね、両親はもうこの人は救命できませんとはっきり言われるぐらい、もう実際一回心停止をして僕死んだんですよ。わずかもう死んだんですよ。まあ多分数秒だと思うんですけど、もう美香子がもうどう絡んでいいか分かんないみたいな顔すんなよ。だってさ、いいよ、なんでもない。なんか泣きそうになるからもうちょっとやだ。でも本当にあのすごい皆さんに心配をおかけしてですね、本当申し訳なかったです。本当それしか言いようがないし、なんだろう、僕はね、なんか病院のベッドの上で、ずっと本当にね、仕事のことばっか考えてた、だと思った。それしか考えられなかったんだよね。この先どうなるんだろうとか、そういうことじゃなくて、今僕がなんだろう、投げ出してしまった仕事ってどうなってるんだろうとか、なんかそんなことばっかすっごい不安だったのね。で、正直なんだろう、あの時俺死んでた方が楽だったんじゃねっていうふうに思うことのが多かった。なんか、おー、生きててよかったなっていうふうに、ああ俺すっげえあの時助かってよかったっていうふうに実はあんまり思わなかったんだよね。今も？今は逆に、まさか。でも今もね、やっぱちょっと思うとかあるんで、そういうのね、だけどやっぱみんなにこうやって会って、美香子もそうだし、会って彼女ももちろんそうだけど、やっぱりね、こうやって現場に出てみんなに会ってよかったねっていうふうに言われると、あ、俺助かってよかったんだっていうふうに改めて思った。やっとそこで思った。9月の末に退院したのね。だから正直本当、病院に入った時は、もう1年ぐらい入院してんじゃねっていうか、もう最低でも半年は病院にいなきゃダメだろうっていうふうに思われてたし、実際先生もそういうふうに言ってたらしいんだけど、でも本当2ヶ月で退院できて、まあ現在に至るんだけどさ、本当にすごい回復力だよね。医者もびっくりするぐらいの回復力で、本当でもこれは皆さんのおかげだと思ってます。本当にあの心配してくださって、あのもちろんスタッフ役者さんもそうだけども、メールいただいたりとか、もう残念ながら僕はあの病院にいてメールは見られなかったんだけど、退院してうちに帰ったら100件ぐらいメール届いてて、もう一件一件もうその返信をしたりとかっていう作業もしたんだけど、でもやっぱりファンの皆様にお手紙とか、あと千羽鶴をものすごいいただいて、もう本当に病室に飾りきれないぐらい千羽鶴をいただいて、なんだろう、看護師さんたちがあそこすげえ千羽鶴あるらしいよみたいな見に来るぐらい、あ、関係ない看護師さん来てますけどみたいな、それぐらいやっぱりあのすっごいいただいて、まああの担ぎ込まれて、その病はなんだろう、手術室に行く過程もすごいやっぱり激しかったみたいなのね。でそれでまず院内であの人ちょっとすごい状態で運び込まれてきたっていうことで有名になって、千羽鶴がすごい来てるっていうことで有名になって、でどうやら声優さんらしいよって最後で一番後付けなんだよね。そうテレビでなんか喋ってる人らしいよみたいな、ね、でネットで調べて、ああそうなんだっていうことで、まあなんか3度有名になりつつですね。おーすごいね。これもうそういう状態で入院してましたけど、でも本当に皆さんにそうやって励まされて現在に至るですよ。はい、本当に感謝してます。ね、本当になんかね、一回だって亀さんこの番組にもゲストに来てるわけじゃないですか、ね、あれの間にそんなことがっていう感じではあるじゃない。そうなんだよね。でうちらもなんかこうぶっちゃけあえて触れないでおこうみたいな的なねところもあったからね。そう、本当本人がこうしてね元気に戻ってきてくれたことをまたラジオで言えて本当に良かったよね。そうだね、本当に間に合って良かったなと思う。そう、一番最初にねこの二郎って役を僕がいただいて、ドラマ CD で、全12本、なんだろう、そのまだネットで未公開のものにも含めて全12本撮ったんだけど、はい、まあ残念ながら本編のアニメーションの方は出られなかったわけじゃない、で実際誰が代役を、その僕が全部あの何本かやってた作品に関しては、誰が代役をやってるのかってやっぱ怖くて聞けないんだよね。
でも BBB に関してはやっぱもうでもちゃんと聞かなきゃと思って、うん、主役だもんね。うん、だからまあでも本編はきっと僕以上にあの立派に桜井がね、やってくれてたと思うんで、すっごいあいつには助けられたなと思って感謝してるんだけどさ。いやでも本当そうだと思うね。やっぱ大役の人の大変さもあるじゃん、ね、だからお互いにねやっぱり、やっぱ事故は良くない。良くない、ね、まあ当たり前だよ。良くない。やっちゃダメだよ。ほんとダメだよ。役者はね、絶対、まあ役者だけじゃないけど、怪我したらダメだね。ダメだよ。健康じゃなきゃダメなんだよね。ほんとそう思うよ。ほんとそうだぜ。みんな気をつけろ。お前が言うな。もうでもないよ。もうないよ。ほんとそうしてよ。ごめん、もう、もう、そんなもう、美香子のことを心配させることはもうしないよ。私いない方がいいっすか。いやでもほら美香子はね、そのこの前会ったのね、そう BBB の打ち上げ、打ち上げがあってね、そこに僕はあの顔出したんですよ、本編出てないのにね。もううっかりその打ち上げだけには顔出してちょっと美味しいもん食べようかなみたいなさ、そういう算段があって行ったのね、そしてやっぱ美香子がさ来てさ、なんだろう、すごい涙を流してくれてさ、そう泣いて、なんか すごいなんか嬉しかったっていうのはなんか変な話なんだけどさ、感慨深いものがあったな。やばい、私も泣いとけばよかった。それに比べて上田からの普通なこと、あ、どうもみたいな。なんかね、やっぱり、まあ、BBB ももちろんなんだけど、私別でやっぱすごく絡む作品があって、それがやっぱり最終回のみを残して、神さんに会えなくなってたのが、ものすごい心残りで、私、夏はすごいやっぱ辛くて、そのせいもあって、そう、もうなんか毎日そんなことばっかり考えてて、そういうのがやっぱ積み重なってたのもあって。私なんか最後に会ったのが、なんかの飲み会だったんですよね。そうなの。なんか打ち上げだったの。で、そのまま、なんか、事故に遭って入院して、お会いしなくなって、で、今日見たらそのまんま、飲み会でバイバイって別れた時のまんまだったから、ほんと、どっか海外旅行行ってきたんじゃないぐらいの。まあね、でもね、ちょっと痩せてんだよね。ほんと？でもね、体重、あ、そう、やっぱりね、1ヶ月半、ベッドにずっといて、てか ICU にね、ずっと1ヶ月半いたんですよ。で、ずっと寝てるじゃない、寝てるっていうか、動けないからさ。だからね、やっぱ筋肉が落ちて、1ヶ月半人間寝てるとね、ほんと歩けなくなるんだよね。って言うよ。だ筋力が全部落ちて、ほとんど歩けない状態から、もうやっぱりリハビリをして、もう最初ほんと普通にゆっくり歩くぐらいの、もう本当にね、おじいちゃんとおばあちゃん大変だなって思ったもん。そういう、もうね、老人の気持ちが分かりましたよ。はい。だけど、まあ少しずつこう、歩いていって、まあ今ほんと普通に歩けるっていうか、全然もう元通りだし、本当だね。だから、まあ頑張って、だけど、頑張ったってなんか自分で言うのもあれだけどさ、でもやっぱり本当に1秒でも早くみんなに声を届けたいっていうか、みんなに会いたかったし、やっぱり僕はもう本当に入院してる時もそう思ったんだけど、声優しかできないと思ったんだよね。もうこれ以外の生き方はできないと思ったから、なんだろう、本当に早く復帰して、みんなに声を届けたいなって思ったんだよね。いや、みんなも待ってたよ、相当、ね。でもちゃんとこれで声聞いてほっとした人いっぱいいるんじゃない？ここが初めて生の声を、声でね、なんか復帰しますよってことを言えた場ということで。そうだね。こういう場を与えてくださったことにも本当に感謝しております。本当にもありがとうございました。ね